皆さんこんんにちは、はででです。すす今日日日クラウドファンンディング最終日ですね。えー、っと昨日ですね、昨皆さんの協力のおかげで、えー、学校建設費プロジェクトを達成しましてで晴れて学校建設が決まったんですけども今日はですねあの、ネクストゴールということであと1日向こうの子供たちに初の運動会初の遠足をプレゼントしようと頑張っておりますぜひご協力いただきたいどうですかね皆さんの思い出としてねやっぱり運動会とか 遠足っていうのがもう僕すごい昔から大好きで楽しみにしてる行事だったんでそれをぜひね向こうの子どもたちは近くにあの有名な遺跡があったりしながらも一回も行ったことないと運動会もあんだけ運動が好きでね僕らが行った時も綱引きとかすごくこう頑張って最後にはロープが切れるぐらい頑張ってやったんですけどもこういったことも運動会ということで経験したことないんですよ。もももし運動会がでできれればそれもえっとベトナム北部初になるんですけども それぞれの村対抗の運動会みたいなのができれば村人同士の交流とか子どもたちの交流あとお母さん方の交流ができればすごくねいろんなことが起こると思うんですけどもその辺りをしっかりやっていくねお弁当を食べたり競い合ったりとかすごく楽しい時間だったじゃないですかそういったことをプレゼントしたいと思いますし遠足もねあのそういった遺跡があったとしてももしくは ね、これ、ラオスの写真で、もしできたらベトナムでは初の開催になるんですけども、ラオスの子供たち、こんだけ像が有名でも初めて見る像にドキドキみたいな感じなんですよね。こういったことをね、僕らが提供できるんであれば、ね、こういったね、チャンスを提供できるんであれば、ワクワクしてきませんかぜひ、達成したいと思いますので、また、皆さんですね、今日、あの、大切な人に、こういったことをやってるよっていうことをお伝え願えればと思います。では、最後の最後まで、 張り切って楽しんでやっていきますのでよろしくお願いいたします。